やばい。めっちゃ顔色が悪い。なんか寝ろ。なんかあるかな。そう。今からみゆみゆとコラボするから、みんな。めっちゃ固まってるんだけど、めっちゃ面白い。おはようございます。私のファンの人、まあ多分びっくりしたと思うんですけど、今日はなんと朝からコラボ配信っていうのはなかなかないかなと思って、まいはちゃんを誘いました。そう、なんか白くない？私なんか天に召されそうなんだけど天に召されそうなんだけど、じゃない？うん、つやつや、なんかあと眉毛がない。ほんとだ。いつものことやな。そう、朝からコラボして、今日頑張って起きた。頑張って起きたね。いやもう私はおねんねしてるかなと思う。おねんねしてるだろうなって。そうって言われた。絶対起きんと思っとったけど、さすがや。やっぱこういう時にね、ちゃんと仕事できる女や。すごい、朝から元気や、私たち。もう前は起きてる。もしかしてもオールって聞こえてる。うん、この時間に起きとったらね、マイハーもオール。オール。めっちゃ言われる、それ、ほんとに。オールに思われる。オールじゃないんでもね。オールじゃない、ネタだ。だって朝配信こっからやってるのが珍しい。で、いつも。寝る？一緒に。これから6時半一緒にやる？うん、いつもね、手持ちでベッドから配信してるから、あの熊に寄りかかって。そんな熊いたっけ？これなんか怖いんだけど。最近来た。え、怖くないよ。口が怖い。え、やだ。なんか可愛いっすよ。回らないんだけど。何？どういう感じ？トカちゃんの鬼より。え、ほんとじゃん。気づかんかった。鬼おるし。そう、鬼飾ったんだよ。あ、ちょっとさ、一緒につけようよ。ちょっと待ってきて。いいけど、え、私も飾ってたんだけど落ちるんだよね、なんか。え、じゃあ2本つけよう。あ、やばい、クマさんが。あ、今聞こえた。たそがれてるじゃん、クマさん。持ってきた。あ、違う、なんかみゆみゆのね、強そうなんだよね。騎乗だから。騎乗の頭だから。おー
怖っ。怖い。朝からホラーみたいなショールームやってるんだけど。怖みゆみゆのやつめっちゃしゃくれてるね。それ本当だよ。すげえ横顔スリムだよこっち。平面じゃない。すごい角もなんかちっちゃい。かわいい。もぎ取られてるのか今から入るのか、そもそもこの形なのかよくわからん。今から入るんじゃない。あ、なるほどね。わかんないけど、かわいい。顎も出てくるかも。もうちょっと顎は、うん、顎は、顎は出そうと思わないと出ないよ。あ、この辺めっちゃこうゴンゴンして、そう、こうやってやっといてて、毎日しゃくれてしゃくれて過ごしていかないと。なるほどね。あ、ちゃんとすごい綺麗。ケツアゴですから。すごい、なんか今からどんどんこの辺にシワが寄ったりするんだ。うわ怖っ。ここももうちょっと避けそう。ほんとだよ。どんどん口開いてくるよ。え、大変なんかな、みゆみゆの方がこれつけるの。一緒でしょ。重かったりするかも。一緒か。重くない。でもめっちゃ軽いじゃん。軽いよねそれ。うん。まあ本場の人はもういや飾り直さんでほしい。本場の人がさすごいけどさ、もうめっちゃ重いやろあれ。え、あれどうやってつけてるんだろう。あれはもうねあれだよ。バンドみたいのつけてるよね、なんか。うん、結ぶとかじゃないとさ、絶対あれは無理でしょ、もう。歯で支えけんやんな。しかも喋るしね。そう。しょマジあれ、あれすごい好き。しょーってやつめっちゃ好きなんだけど。あそこでさ、合わせてるもん、みんななんか。一人がしょーめちゃめちゃ伸ばして。そしたらみんなが乗ってくる。ブーッ。合わせるとこだからすごい。スケート。リブの音声小さいって。ああ思った。ああ。おあ、じゃあ、でもね、え、さっきはさっきは聞こえた。さっきは普通だったかな。あー、私ねさっき普通にすると聞こえんのよ。あ、そうなの。うん、前の聞こえない。ちょっとしかちっちゃい。音量を上げればいいとかじゃなくて爆音なんだよ。爆音爆音だった。そう、もう100、うん、もうレベル100。そうなの。レベル100まで上げたのに、うん、全然聞こえなくて。ほら、え、聞こえる？うん、うん、なんでだろう。何喋って？ああ。何喋って？ああ。聞こえますか？聞こえるって聞こえるんだけどね。なんかあんまり遠いみたいな感じ。あ、なるほどね。お腹すいた。お腹すいた？うん。まあ待って。待つ。もう待って。うん。じゃあ私バナナ食べていい？どうぞ。え、コラボ配信ってもバナナ食べようって言ってんの今。コラボ配信なのにバナナ、イヤホンしたら。イヤホンしたら。全然聞こえなくなる。いいよ。でもなぁ、なんか。イヤホンつけるね、みんな。ごめんね。
Ya. なんか二人ともよそよそしいって書いてあるコメントで。なんでか教えてあげようか。うん。朝だからだよ。朝にするこんなんよね、なんか。あ、うん。いや、はい。みたいな感じで、いつも。え、みんなでしょ、だって朝こん、朝さ、逆にさ、あ、うーみたいな。さ、今日も頑張ってかーみたいなさ。人、自分が。ねえ、そんな人なかなかいない。確かに。いいよ、バナナ食べても。いや、もう私食べた。朝、朝食べた。朝食べた。うん、サラダ食べた、さっき。サラダ、サラダ食べた。私お腹空いてるのに一人で食べた。なんか食べとかないとと思って、やっぱお腹空いてるとき、うん、限界までお腹す、あ、ちょ、うん、うん、うん、分かるよ。アラペコの、うん、その先まで行っちゃったらもうダメだもん。機嫌が悪くなる、体調が悪くなる、どっちでもない。まあでも朝さ、なんか、いや、私朝食べないとね、朝もうね、起きて、うん、パ、起きます、うん、すぐ冷蔵庫直行だから。すごいね。うん、すごいよ。なんかすぐ食べる、だから朝起きたらすぐなんか食べる。すごい、アラメコアムシもうすごいよ、本当に。私ってすごいね。そうで食べて、うん、ちょ、私起きたのが5時45分で、はいよ。で食べてからちょっと時間があったから、あのベッドで横になってた、寝てた、うん、おお。ちょっと何時に起きたの？そっから29分。おお、危なかった。それでさ、前半にさ、なんかめっちゃ白々しく起きてるって。いや、絶対起きてないと思ったな。いや、起きてないと思ったの私は。だってもうね、あの、うん、既読ついてなかったから、前の、前に送った LINE のあれだっけ、うん、やつでとか記録ついてなかったから、本当だ、そうだってと思って、見てなかった。これ少し寝てるんじゃないですかみたいな感じだったよ。で、うん、生存確認してから、うん、起きてるじゃないですか。そう、でも割とギリギリまでグズグズしてたベッドで。いや、まあでしょうね。逆にそれ以外想像できんけど、めっちゃ神様に祈って寝たもん。でも、あ、明日朝起きれますようにって。うん、そう、明日は6時に起きる、6時に起きる、めっちゃめっちゃお祈りして寝た。起きれましたね。そう、なんかいつもみえみえとの約束をさ、なんかスルーしてしまい、なんかそうね、ノリで決めたやつはだいたいスルーするやん。うん、そう、そう、だから今日ぐらいはと思って。今日ぐらいは、あ、もう今日終わったら終わり。違う、そういうことじゃない。今日はね、配信予定でペナティー、ダメ、そういうことじゃない、そういうことじゃないんだけど。もういい、私なんか食べよう。え、食べ、食べる、食べないでよ。いいけど別に。でも今日もめっちゃノリだよね。無視されるとだけど、待って。まあでもだってさ、うん、1日前に決めるって結構ノリじゃない？うん、昨日の夜決まった。そう、お話し会終わりに明日
明日コラボ配信朝からやろくねやろくね。そう、え、じゃあコラボ配信するとか言い始めて、配信やろっか、でなんかあいいねみたいな。そう、それめっちゃ急な、んか本当にやるの、本当にやるの、え本当に、え本当にずっとそう、みみが、え覚えてない感じ。あれそんなこと言ったっけ私。いやちょっと実はみゆみゆがコラボ配信やるって言って、でも毎日朝起きないから、うん、めっちゃ心配してた。そう、一回本当にやるって言ったら本当に起きるみたいな感じだと思う。心配してた、起きないんだもん、いつもいつも起きないよね。いや、やっぱいいやって言って、言った、やっぱいいやって言ったって言って、あー言ったわ。え、みゆみゆハッチふわふわかわちい、かわいい。そのコメントがかわいい。ふわふわ、かわいい。あ、それ、おー、ジョブジョブさん、ありがとうございました。いや、そう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 。同じの持っとったよ。あ、そうなの？うん、スヌーピー。あ、それ？あ、これじゃない。これ、クマタンだから。てか。ほんとだ、かわいい。ビギナえ、そんな先まで踊られたの、え、かわいい。おめでんの経験とか知識なんかにもじれないで。やばって、朝から元気、朝から元気だね、朝からすごい元気。いつもこんなんだよね、みゆね。うん、いつも人にフードかぶせてビギナーっていう、ね、あそうしたらみんなあ、そう、みんな乗ってくれるよ。フードついてるメンバーに。そう、超かわいい声でビギナーって言う、いつもユミコとか一番ノリノリやってくれる。ユミでめっちゃノリノリ、なんか昨日ダンスの練習をしてたの。ああ、確かにね。そしたらめっちゃ、私もスタジオ入るって言いながらめっちゃ一生懸命踊ってくれたよ、隣で。めっちゃすごいよね、なんか。うん。待って。おもろい、なんか。やっぱちょっと違う、違う、違う踊りを。ちょ、待って。昨日、さこちゃんもそんな、さこちゃん昨日ずっと踊ってたね。あ、そう。サコタンがね、本当にいつ見ても踊ってた、サコちゃん。え、そうなんや。ほのたんが3回ぐらい言ってたもん。サコちゃんが練習してるかわいいって定期的に私言うのね。うん。じゃ、なんか、いや、ずっと踊ってるよってほのたんが言って、葵ちゃんが、ふんって笑うっていう、なんかその流れが、3、4回ぐらいあった。ずっと踊ってたよね。ずっと踊ってた。えらい、かわいい。そう、もう赤ちゃん。え、本当に赤ちゃん。そう、赤ちゃんね。めっちゃかわいい。我らの赤ちゃん。でもね、なんか私赤ちゃんだと思うメンバーね。うん。あ、さこちゃんとタムなんよね。ああ。タムもね、ちょっと赤ちゃんっぽさある。赤ちゃんっていうか。だってみゆみゆが赤ちゃんだもん。なんか似てるよね、二人。誰？どこ？タムとミュウミュウ。タムとミュウミュウ？あ、タムとミュウミュウ、うん、踊りとかは似てる。え、なんか中身似てる気がするんだけど。中身だったらにゃーにゃー、私あんなしっかりしないよ、しっかり。あー、まあ多分ない。え、なんていうの、なんか噛んだ時になんかもごもご言ったりするじゃん。あー、確かに。タムも言うよね。うん、
なんかミュウミュウの前では赤ちゃんっぽさ出る気がする、多分。でも あ確かになんかスタジオのミニスタジオのメンバーといる時はね、なんか大人っぽいというかリーダーっぽい、うん、なんかこここうやって行こうみんなみたいな感じのイメージ、うん、まあ多分喋る人がいないからだろうけど、そうだねみんな静かって、もう本当にみんなすごい静か。そうミニスタジオみんな静かない、あのこそっと2人で喋るとかのイメージ。うん、もうなんかスタジオと違う、スタジオは主に私がうるさいから、スタジオはなんか私とみゆみゆとみちゅが喋ってる感じ。あ、そうね、なんかあとの皆さんはいたもんみたいな感じのイメージ、そんな感じでレッスンとかもそうだね、もうなんか、うん、レッスンの時はあそうね、その3人が結構うるさい、うん、そう大体マヤハとみゆみゆが喋ってて、そう乗ってきたらみちゅがあの決めてくれる、そうあのうん乗ってくる時はやばいえあのテンションいつそのスイッチが入るんだろうね。え、みちゅが本当にねのいやスイッチ入るとやばいね。うん。急にパチって入るよね、なんか。夜とか夜のさなんかレッスンとかあるじゃん、夜。そしたらなんか夜の方がやっぱ夜入る。テンションハイだよね。うん。すごい。いやすごい本当に野蛮な求愛のあの抱き合おう時に入ることが多い。いや私も煽るからそこ。煽るめっちゃ。ね。煽らせてからのあれだから。やるしかない。確かにあれで普通にやったらなんかめっちゃ恥ずかしい人になるもんね。本当だよ。そう、でも、マイハがうるさいよね、基本。楽屋とかも。マイハがずっと喋ってる。なんか無視されるんよね。いつも。メイクしてるから真剣なんかもしれん。誰に？あなたに無視される。なんか、ねえ、みゆみゆ話して、みゆみゆってずっと言ってるのになんか、メイクしてる。こうやって。いや、メイクはさせてや。なんか、途中でたまに、なんか、ん？あ？何？途中でたまに、あ？みたいなって、話してよーって言ったら、なんか、忙しいみたいな。言われる、いつも。だから一人でちょっとメイクさんに話しかけてるの、前は。確かに、話してるわ。メイクさんに話してるから、あ、うざいんで、聞き流してもらって大丈夫です。緊張するとめっちゃ喋るタイプなんで、一人で勝手に喋ってるだけですっていうのをめっちゃ早口で説明するから。定型文じゃん。そう。本当に、これ、めっちゃうざいと思うんですけど、これ、私の一人ごとなんで、聞き流してもらって大丈夫です。いちいち反応すると多分うざいと思うんですよ、みたいなことを。一人でずっと言いながら、いや、本当にやばいんだけど、本当にやばいんだけど、ってずっと言ってる。ああ確かにそうか、確かにだってみゆは、うん、集中してるとき、うん、全部シャットアウトするタイプだって。そうか、うん、そうだね本当に集中するとね、なんか何も入らなくなるね他に。ああ逆に、いや集中することそんなないえ、でもガッて入ったらすごいね、怒ってんのかなって思うぐらいね、なんか真面目になる。音楽かけてるけど。ああ嘘、なんか怒ってんのかと思う。なんか怒ったら黙り込むタイプじゃんみゆみゆって。あ、はい、なんか怒ってんのかと思う時がある、集中してる時。嘘、いやでも私この間のやっぱレッスンで死んでた時が一番なんかもう怒ってるみたいだったよ。そう、私が大丈夫だった。そう、多分ね、そのみんなに話したんやけど、そのね、この間のレッスンでね、私が電磁切れになっちゃって、うん、もう死んでたんよね、顔も死んでたね、顔も体も死んでて。
うん、踊れるっちゃ踊れるけどみたいな、力が入んないみたいな感じだったんよ。うん、でその時やばかったね本当に。なんかもう、うん、なんか誰に怒ってるのか何に怒ってるのか分からなくて、そうで言われた、大丈夫って言われた。ワイハに言った、なんか様子が違うくてびっくりした。そう、その時もね、なんか大丈夫だよみたいなじゃなかったもんね。うん、うん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 みたいな。そう、なんか踊り方がスタジオでなんか体力切れた時の踊り方だなと思って、はい、あやばいと思って、なんかそう、なんか前たちより長いことレッスンしたよね、その前にも。あー、そう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 、もうめっちゃ朝から夜までレッスンだったから、3時間レッスンしてた、あの私たちよりもね前に。そう、ここのレッスンとここのレッスンとここのレッスン、やばいね、3レッスンやっとったよ。やばいね。そう、電池切れてたから、電池、ね、なんかひなちゃんがみゆみゆに絡みに来た時の、うん、なんか電池が切れすぎて怒ってるのかどうか本当に。あ、なんかひなちゃんです、うんうん、感じだったから、怒ってるんだと思って。いや、そんな絶対そんな怒ることないよ。確かに、うん、めったんじゃないと、うん、全然怒らん。てか、うん、どうしたって思って話しかけてみたんだけど、なんか突き放された。どうして、うん、まあそういうタイプだもんね。なんかめっちゃ疲れてるのに、え、誰も疲れてるとか言ってないからって言ってくる。なんなん本当に。ああ、確かに言うわ私。全然戻れるし。あはい、ない。言うわそれ、めちゃめちゃ泣いてんのに。え、そう本当に。めっちゃ泣いててボロボロで泣いてるのにさ、なんか、いやできるって言ってるじゃん。めっちゃ切れてる。面白い。いや、そんなこともありましたね。もうないけど、最近。最近だってスタジオ公演がないもん。そうね、スタジオ公演が始まる前は絶対泣くっていう。泣くよね。いや、でももう、もう、もう、もう大丈夫。もう大丈夫。もう多分大丈夫。そう、なんか先生に出されるまで、多分一人だったらぶっ倒れるまでやるじゃん。うん、だって怖い。踊っては痛いんだもん。踊っては痛いんだけど、もう心が、うん、大体みんなそうだし。みんなそうなんよ、みんなライブしたいんよ。いや、もう本当に自分が辛くなってくる、自分のできなさに、はーなって、うん、でなってる。あ、そうなの。泣く前にでも体が死んでいく、だんだん。やっぱ気持ち、そう、気持ちがちょっとグッてなってる時に。うん、体力も落としがちだよね結構。うん、やっぱそうなるよね。気持ちっていうか、え、それ気持ちで動いてるっていうの、なんていうの、体、病は気からみたいな感じで、ね、あ、そうじゃけね、もう、あ、もう私には無理だと思ったら無理だよ、もう体が。無理だって思っちゃダメだよ。いや、そうだよね、無理じゃないよ、うん、全然余裕だよだけど。たまには余裕だよ私。そういうところが無理したりするんだ。だんだん、うん、踊れなくなって、うん、剥がされて、剥がされてね、切れるんよね、剥がされて。もう本当になんか私がスタジオになる前に、セットセブンとスタジオの公演が一回だけあったよね。うん、
でもめっちゃスタジオが好きだから、そのリハーサルとかを見させてもらってたの。うん、なんか、ね、みゆみゆがリハーサルで剥がされてしまったのね。あ、なんか今でこそなんか、あ、体力ないんだなみたいなのを感じ取れるけど、うん、その時はなんかまさかみゆみゆが体力あんまりないっていうことを知らなくて体力あんまりないっていうか、あのエンジン全開で行きすぎて、なんかそういうことがよくあるっていうことを知らなくて、そうやばいと思って。でもなんか先生がなんで剥がしたのか分かんなかった今。うんうん。なんか、え、なんでなんでとか思って、あ、なんか足痛そうにしてたから、あ、足かなみたいな。だけどなんかでも踊れてる、あれとか思って、なんかすごい、なんか見え見えが、もうこんなん、どんどんどんみたいな。何それ、ちょっと待って、めっちゃ駆けつけようか迷ったことがある。懐かしいね、そんな。こともあったわ。うん、でもリハーサルだから、はっと思って頑張れ頑張れって思ってた、すごい心の中で。そうね、剥がし入ったね、確かに。うん、その時ぐらいからだと思う、私剥がしが入ったの剥がしが入るようになったのそうだね、なんかやばいって思ったら履けないから。あ、そう、自分から履けたくない。でもさ、派遣先が分からんくない、ああいうの。あ、分かんない。あ、分かんないし。ね、履ける必要もないって思うよね。なんか。できるって思うし。踊れるし。まあ別に踊れるし。それや、それ。それじゃん。できる、うん、できるし。私がいつも言うやつで、そう、先生もマネージャーさんも、いや、もうやめといた方がいいんじゃないかなみたいな、うん、ちょっとやめとこうかみたいな、やりたかったよもうほんと1週間ぐらい言ってるやりたかった、ね、だんだんなんかやりたかったのになーから、だんだんこうスーッと消えていくいや、ようあれだね、ほんと、よう見とる。でも体力あるよね、みゆみゆ。体力あると私よりあるもん、だって。いや、あると思うけど、たペース配分が下手くそない。あー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 、だから最初に、まあ、4曲あったとして、もう、初っ端からこう4曲全部をフルパワーで、あ、そう、踊ろうとするから、ダメなんよ。じゃあもうスペース配分がもう完璧なのは本当にみちゅ。みちゅすごい。みちゅはもう本当にすごいなって思う。うん。だから。でもマイホもよくみゆみゆみたいになってるよ。バタンって倒れる時ある、あの終わって。やばい、ね。はい、オッケーって私がパン。なる時ある。いや、もう4曲踊り切ったらもう。なる時あるっていうか、よくなる。そうなるよ、だって。あの1曲目か2曲目ぐらいから、あのマラソン大会走り終わったぐらいの、なんか喉の、ああ、分かる分かる、喉の味がし始める分かる、それ分かるわ、その感じ。でも本番はね、アドレナリンが出てできるんだよね、なんか最後まで。あ、ね、本番はね、めっちゃきついのになんかできる。 分かる、確かに。こんばんは、多分私、多分力抜いてるというか、なん、うん、多分ね、いつもはもうダンスしか見てないけど、うん、本番になると顔も入ってくるからうん、うん、多分顔で決めるところが多分出てくるんだよね。それで、うん、ちょっとは疲れないというか。おお、成長じゃん。成長したかもしれない。あの影の時めっちゃ危なかった、私。あ、影、いや、いや、そこね、あれめっちゃきつかったくない。いや、しかも5曲だし、きつい曲ばっかり。すごい、あの部屋うん、が暑かったよね。ちょっと暑かったよね。うん、あ、もうなんかしょうがないわあ、すごい、見て
なに？びっくりした、固まったんかと思った固まったかと思った、うん、楽しいスタジオの話してると止まらなくなる。スタジオは楽しいよ、スタジオだよスタジオ楽しい、本当に拾っていただけて光栄です。いや、スタジオじゃなかったらどこに入ってたんだろう。めっちゃあるそれ。いや、スタジオ以外想像できんもん確かにチャーミングトリップでもないし、四国もないし、そうだよね、まあ、マイカーかスタジオだけど、うん、ではスタジオでしょ、喋れんしね、スポーツもできん、あ、スポーツできん、いや、まあセットセブンだったじゃん、あなた、え、謎だって、だってなんで私セットセブンなんですかねみたいに聞いたときに、あ、なんかね、足長いしね、運動できそうだから、みたいな言われた。やばいね、その決められ方。できそうだったから。できないのにね。うん、そうだよ。だってその直前になんかイモースの運動会みたいなので、50メートル走で最下位を取ったばっかりなのに、うん、セットセブンですとか言われて、セットセブンですとか言ってないや、なんかスポーツユニットですみたいな。え、スポーツなんですかって。そこでまたなんか走らされてスポーツとか、え、そうよ、なんか 2.5 キロぐらい走ったね、かわいそうにそう、しかもなんか早く、なんか最初序盤だったらまだなんかさ遅くても後から巻き返しができると思って、うん、なんか走者1番目にしたんよ。したらなんかみんなより 0.5 キロ多いらしくて、最初の人はすごい最悪だった。頑張ったね。うん。なんかめっちゃ直前に聞いたんよ。うん、みんなは、なんか2キロって聞いてて、あ、2キロ、うん、まあ、どこでもいいや、とか思って、まあ最初の方が、後からの可能性も出てくるでしょ、面白いかなって思って最初選んだのに、なんか超ギリギリで、あ、まあ 2.5 キロだからって言われて、ん？ぐらいなやば、 2.5 キロも走れんわ私。誰か全般変わろうって言ったのに、すごいみんなに華麗なスルーされたみんなマジでなんかすごい目も合わせてくれなかった。いやもう想像できる、あの説明懐かしい、なんかもうなんかでもセドセブンはセドセブンで良いグループやった。面白かった。いや、面白そうだったよ。みんなの話聞いてるのは楽しかった、すごい。でも本当になんか、うるさかったもん。レベルが高すぎて会話には参加できないけど。聞いてるのは面白かった。スタセブンがすごい、賑やかだなーって思っとったよ。もうスタジオもなかなかやったけどね、あの頃は。あの頃はね、もうあさっき菅原さんとさまちゃんがいたから、さっきがおったけよ、もうさっきはあの子やばい、ほんとにアムロメミエーとか言ってたもん、だってレッスンの時とか急に真似しだすから。何の真似し始めんのアムロメミエアムロメミエちゃんのモノマネを、あー、言ってたしだして、で、先生が、うん、すごい、ツボが浅い人で、うん、もうめちゃめちゃ笑ってた。ラーさんでめっちゃ笑ってた。すごいなぁ。いやぁ、すごい。なんか、私はアムロの見えるからって言ってるイメージがあった。いや、もう、さっきはなんであんなすごいんだよ。今も変わらないでいてくれたらいいけどね。めっちゃおしゃれなインスタグラマーみたいになってるじゃん。うん、なんかもう変わったよね。え？中身はわかんないけどね、やっぱ喋っ
ったりしてないから、うん、どんな感じ。なんかセレブなお嬢さんみたいになってる。いやもうセレブになったもん本当に。なんかセレブだよね。うん。なんか雑草とか T シャツ着てたのになって思って。いやほんまよ。夏あんな。すごいおしゃれな服着ててびっくりする。怖いわ怖いわもう。お腹すいたお腹すいた。よしじゃあ終わろう。わかった。はい。ランキング読む？読んでいいよ。サムキング？え？ランキング読む？ランキング？ランキング読むって聞いた。あランキング？ランキングですね。ランキングを読んでいきたいと思いますよ。はい、読んでください。7時。ん？ん？ん？今日もね、皆さん見に来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ね、ちょっとコラボ配信だったんだけども。はい。珍しく朝のコラボ配信だったんですけれども。はい。ありがとうございます。13位。マックスがごちまさん、12位しっくん、11位しまかぜさん、10位ろくぼこさん、8位なつみかんさん、8位が2人いる9位なつみかんさん、8位パーミタリさん、7位ふうさん、6位がふっさん、5位そっ、あ、なんか追加されたよ昨日は楽しかったよ、ありがとう、こちらこそチャヘア。4位がダーダーさん、そして第3位が元気くん、イエーイ、ありがとうございます。第2位がモンさん、ありがとう。そして今日の第1位がポンタです。ポンポンタ、お誕生日おめでとう。間違えた。あ、今日はありがとうございます、来てくれて。間違えた。お誕生日じゃないの？大丈夫じゃない、全然。怖い。うーん、今日は皆さんありがとう。それではありがとうございました。小林たまはちゃんの順位発表です。あ、そんな豪華にしてくれるの？ええ、なんか10歳Y8のマーク、よもやよもやの早朝からのみゆみゆとのコラボ配信ありがとう。画面見たとき目が覚めました。これからは毎日早朝コラボ配信よろしくお願いいたします。だって絶対大きい毎日。ありがとうございました。12位おきゅうとさん、ありがとうございます。11位おさむっち、ありがとうございます。みつばちはちさん、ありがとうございます。9位きぬさん、ありがとうございます。まいはちはくーらんさん、ありがとうございます。イエーイ。あ、やばい、お面が。7位焼きさとさん、ありがとうございます。6位ビッグエブさん、ありがとうございます。何急に怖いんだけど、やめてやめて。5位ゆうさん、待って、筋肉見せつけるおはよう、チャラワキさん。マイハちゃんはチャラワキさんのためなら起きるよ。朝からありがとう。確かに、こちらこそありがとう。4位ダイナソー、配信ありがとう。今週末どっかでマイハ食べて私が現れるかもしれないので楽しみ、ありがとうございます。やだ。第3位ひさし、ありがとうございます。第2位はモーモさん、ありがとうございます。そして第1位はグルル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 ルDD マジさんでした。ありがとうございます。すごい、名前にマジ DD と入ってるのにずっといてくれて嬉しい。ね、すごいね、DD。DD。すごいね、DD。すごいな、DD。ありがとうございます、皆さん。マイハのファンの人も、ミューのファンの人も。え、待って待って。なんで途中で今、足の筋肉見せつけたのだけ説明してもらってもいい？ちょっと気になって引っかかってる。なんかね、引っかかってる、すごい。まあちょっと画面面白くした方がいいな面白い方がいいかなと思って
なんか普通にただあ、イエーイみたいな普通に急にさ立ち起こってやっぱサイドチェストやっといた方がいいかなと思って。サイドチェストね。サイドチェストサイドチェストね、確かに、まあ、大事なんかもしれないけどちょっとね、いろいろね、やっぱ試してみえみえのファンの人はなんか見慣れてるの、これ毎朝筋肉を見せつけたりするのそんな私変人じゃないんだけどいやだいぶ変人だよ。隣の人がランキング読んでる時に急にサイドチェスト始めるような人。いやそれは前歯がおるけやとるなるほど、すごいファン、すごい DD のファンの人みたいな言い方してるじゃん嘘それなんか、いやこれは前歯さんだから私はここに来てるんですよみたいな感じだよ今やばい、DD 化してきてるチャラ脇だから、チャラ脇ずっと言われる。誰が言い始めたの、チャラ脇さんって。誰だっけ、えチャラ脇さんって誰から始まったっけ、全然思い出せなくなった。前歯じゃないの、私か。あ、そっか、なんか前端から生まれたのかな。前のコラボ配信で。あ、前のコラボ配信だ。チャラーキー。そう、チャラーキー言われて。で、ひなからも言われて。マジで？うん。すごい。すごいな。嬉しい。布教したのが皆さんに浸透していて嬉しい。納得しないでください、皆さん。私チャラ脇じゃないんで。何脇ですか？角脇ですイエーイ、すごいこのネタ本当は STU しか分からない。しかもスタジオのファンの人は分かる、うん、あ、これなんで、うん、なんか公園でね、ミニスターの子たちが言ってた。あ、言ってたね。ダンスの先生なんかあるんですよ、こういうのが。そう。いいところがあるとこうやってやってくれる。そう、ダンサーのノリなんだよね、なんか。そう。そうね、ふふーみたいな言う、なんかダンスバトルみたいなやつの時に言うもんね。それで。最初なんかみんな触れてはいけないもののようにさ、なんか、こっそり笑うみたいな。うん、おもろかった。みんな反応がおもろかった。最近誰ももう、ガンガン触れる。やってるよ、ね、先生がやり始めたらみんなでやり始める。みんながやる。この間両手出てきたから。そう。両手が。あ、両手みたいな。おもろいです。みちとかが褒められたらみんなでこう、みちに向かっていくっていう。みんなでやる。みんなでやる行事になりました。皆さんもぜひ、そう、今度皆さんもあの公演、今声出せないんで、そうそう、声出せないから代わりに曲と曲の間もこれであはは、めっちゃ笑えてきた。めっちゃいいよね。もしもなんかステージさ、ふわーんってなった瞬間にみんながこうやってさ、ポンやばい、怖いそれはもう逆に怖い。そんななんか宗教みたいな、なんか怖すぎしょ、みんながみんなこうやってやってるノリで。しかもなんかさ、あんまりさ、笑ってる人いなくない？なんか、声とか出せない。そう、しかもマスクしてるから、そうね、あんまり。目しか見えないから、なんか、うん、みんななんか真顔なのかなって思って、なんか、真顔で。いやー、わかる、それな。真顔で、真顔でやったらめっちゃ怖い。ほんとだ。第2部が始まりそうな予感。第2部が。皆さんもやってくださいということで、ありがとうございました。ありがとうございましたいきなりコラボ配信を始めて、いきなりだったね。けど皆さんごめんなさい。またでも、またまた、またまた、でも日本語どうした？またやろう。今日は日本語やばいかもしんない。またやりましょう。おやすみありがとうございます。朝の挨拶それな。あれ、あ、なんだっけ、ハッチ、やめてやめて、早く切って
なんで？なんで違うの？ハッチしたいの？ハッチはしたいの？ハッチやるの？え、わかんない。いつもなんでどうやって切ってんの？じゃあせーのって言ったらこうじゃなくて指でハート作ってください。オッケー。ハッチって言って。オッケー。ジップと同じノリ。オッケー。あ、私が元祖の方だから大丈夫。じゃあ行きますよ。今日という日が皆さんにとって素敵な一日になりますように。せーの、ハッチ。イエーイ。嬉しい。ありがとう。ありがとうございました。また明日のショールームとか、明日はオンライン話し会もあるので、うん、今日はまあいろいろ明日を楽しみに今日一日頑張ってください。皆さん、やる分またね。ありがとうございます。アニョン。急にナチュラルに韓国語が挟まれてるね。バイバーイ。バイバーイ。おやすみ。よし。ありがとうございました皆さん。こちらもお別れします。今日の夜配信は多分ないので。また明日ということで、皆さん楽しみにしててください。ではでは皆様、また明日の配信でお会いしましょう。せーの、バイチャ。おやすみなさーい。いってらっしゃい皆さん。ミュラルームからありがとうございました。バイバーイ。